はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形丸1をお送りします。で、こっからねタイトル変わって1ベクトルです。で、これはまだ平面ベクトルの時もねやりましたけど、それの空間ベクトルの問題で、さっきと今も言ったように平面ベクトルで一回やってるので公式はなしです。公式ね、ポイントだねはなしで、問題演習2もやっていきます。なのでできそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、相変わらず鼻声ですけど、お付き合いください。では、平面ベクトルでやった時と同じで、内分点とか外分点、中点、あと重心なんかが出てきます。でも、使い方というか、計算の仕方は同じです、基本的に。で、これ、上下ね、2問わざとちょっと並べたんですけど、今回、上は1ベクトルで、その A が A ベクトル、B が B ベクトルっていうパターンの問題。で、下は、OA ベクトルが A ベクトル、OB ベクトルが B ベクトルみたいなタイプの問題です。ちょっとね、分けて考えてもらうとありがたいんですが、まず、その ABCD を頂点とする四面体の辺 BC を3対1に内分する点を P。で、その P が入ってる DP を4対3に外分する点が Q。で、その Q が入ってる AQ の中点が R で、それぞれ求めろ、みたいな感じです。で、今言ったように、ここは Q を使うし、P を使うので、まずこっから行くしかないんだよね。一個ずつやっていくしかない。で、まず P から行きます。で、P は BC を3対1に内分です。で、一応 P って書くか。P の P ベクトルにしとこうかな。これが BC を3対1で、これはですね、その平面ベクトルの時もやりましたけど、内分です。まあ外分も同じですけど、バツ掛けをします。で、バツ掛けをする時に内分点はこの3と1を足したものが分母に来る。4分のって4分の1かける B ベクトル、まあ B ベクトルだよね。で、あともう一個4分の 3×C ベクトルなんで 3C ベクトルになります。なので暗算、これはね一発で暗算しちゃいますけど、4分の 1B ベクトルプラス4分の 3C ベクトルで、これで終了になります。で、この辺の技を、あれこの人何言ってんだって思う方はですね、平面ベクトルの章の方、一個前の章になりますけど、そこでがっつりやってますので、ポイント付きで。なんでそっちをね、見てもらえたらと思います。で、P が終わったと。じゃあ次、DP を4対3に外分する Q の方行きましょう。じゃあこれを使って Q 行こうぜってことで、Q。じゃあ Q ベクトル行きましょう。で、こっちが、DP を4対3に外分です。で、外分の時は小さい数字にマイナスをつけます。なので今回ここがマイナス3になる、計算するときはね。で、足すと1分のです。だから今回関係ない、分数消えてしまう、1分のは。で、あとは罰掛けですね。こうマイナス 3D ベクトルと 4P ベクトルです。で、 P ベクトルは今ここで使ってるので、これに4をかけます。なので一回ここがマイナス3をかけるとマイナス 3D ベクトルで、これ4かけるから 4× かっこ P ベクトルなんで、4分の 1B プラス4分の 3C となります。で、4配るとね、綺麗に4分のが消えるんだよね。で、一応アルファベット順 BCD と並べたいので、答えがB ベクトルプラス、ここ配ると3が残るからね、 3C ベクトルマイナス 3D ベクトルと、これが Q ベクトルですね。まあ、点Q の1ベクトルで、最後 AQ の中点が R です。最後 R 行きましょう。で、じゃあ R ベクトル一応書いとこうね。で、中点っていうのは、まあ、1対1に内分って考えてもいいですね。それでもいいですし、2分の1に A と Q は足せばいいと。まあ、一応1対1に内分でやっていこうか。AQ を1対1に内分。ちょうど真ん中だからね。なので、まず1たす1で2分のが出てくる。
で2分の 1×a と 1×q になります。なのでじゃあ2分の 1a ベクトル足す2分の 1q ベクトルの方で、 q これなので一応書きますか。 b プラス 3c マイナス 3d と、で2分の1配ると2分の 1a ベクトルプラス2分の 1b ベクトルプラス2分の 3c ベクトルマイナス2分の3よいしょ d ベクトルと、これで3つ終了でございます。なんで内分点も外分点も中点も同じでしょ、ずっとね、平面の時はね。で次もまあ似たタイプの問題なんですけど、また四面体だしね。で今回は OABC です。で線分 AB を2対3に内分する点が P で、また P 使って OP を10対1に外分する点が Q で、 CQ を3対1に内分する点が R で、最後三角形 ARB の重心を G とするときに、今回は1個ずつ出すんではなくて OG です。つまり G を出せと。でそれを A と A ベクトル、 B ベクトル、 C ベクトルで表そうという問題です。けれど結局ここにたどり着くには R が必要なんだよね。で R を出すには Q が必要なんだよね。で Q を出すには P が必要なので、まあ1個ずつ崩していくじゃない、順番に。でやっていくと、まず線分 AB いきましょう。でこれも2対3に内分なのでごめんね、どうしようかな、 P なんで OP ベクトルにしようか。全部視点が P、O から始まってるからね。 OP ベクトルは下に書くか、 AB をこれ入ってるかな、いけてるね、だめね。2対3に内分なので足すと、まず5分のはきます。で5分の×掛けなので5分の 3a ベクトル、こっち斜めでね。でこっちの斜めで5分の 2b ベクトルとなります。これで P が終了で、次もですね、まあ外分なんで普通に考えてもいいんですけど、まあ普通に考えてやっちゃうかな今回は。よいしょ、今回 OP ベクトルを10対1に外分です。で Q だね、だから OQ ベクトルは OP を10対1に外分で、外分なんで小さい方にマイナスをつけます。だから足すと9分のが出てくる。まずで9分のマイナス 1×O をしたいんですけど、これ OO ベクトルになってしまうので0で消えるんだよね、0ベクトルでないからね。だからこっち無視します。で残ったのがこっちの 10P ベクトルだけが残るので、9分の 10P だから OP ベクトルとなります。で OP 今やったね。でちょっと今回ね、板書の幅が微妙なのでいけるかな、これ暗算します。9分の10をこれに配ると、まずこっち100分すると、待て、3分の2かな、ここ間違ったら終わるな。3分の 2a ベクトルで9分の10こっちに配ると、待て、こっちあれか、2だから暗算がちょっと怪しいな。3分の4で合ってる、さっきやったの合ってるかな、これ3分の4じゃねえ違うな、ちょっと待って、ね、パニクってる、違うよ、9が残るのか、9分の4か、ごめん、9分の 4b ベクトルとなります。これが OQ です。2つ目終わりました。で次に線分 CQ を3対1に内分です。でちょっとここは右上に上がりましょうか、よいしょ。で今度は R を出したいんでOR ベクトルいきます。で OR は今やったように CQ を3対1に内分、内分だから足して4分の1が出ます、あ、4分のが出ます。で4分の×掛けして、一応書くか、4分の 1OC ベクトルだからそのまま C ベクトルで OK プラス4分のこっち3だからね、 3OQ ベクトルになります。こっちね、4分の 3OQで OQ は今やったこれなので先に書いちゃうか、3分の 2a ベクトルプラス
9分の 4B ベクトル7と。で4分の3配って整理するんだけど、右ギリかな、下行くか。で先にちょっと A やりますね。こう配ると2分の1、2分の 1A ベクトルで、ここ配ると3分の 1B ベクトルで、残ってる4分の 1C ベクトルと、これが OR ベクトルになります。いや、 OR ベクトルで、最後三角形 ARB、 A と R と B ね、の重心を G とするんです。で、こっからなんで、下か、OG ベクトルですね。 OG ベクトルは重心はですね、3分のなんで3分の1 OA 足す OR 足す OB をします。3つ足す感じだから、3分の1の中にまず OA で A ベクトルで、先ほどは B 書いちゃっていい、 OB なんで B ベクトル足す OR なんで、これが入ります今ので、2分の 1A プラス3分の 1B プラス4分の 1C ベクトルと。下入るかな、ちょっと座って、座ってギリ書けるかな。で、なんか計算してからサムラチ配ったら早いので、 A を足すと2分の3、2分の3だからサムラチ配ると結局2分の1なんだね。2分の 1A ベクトル、これ入ってるかな、あ、ギリ入ってるね。で、次 B がこれとこれ足して3分の4で、3分の4だから配ると9分の 4B ベクトルです。で、これはね、これしかないので最後配って12分の 1C ベクトルとなって、これで終了となります。まあ、1個ずつ崩していく感じにはなりますけど、ひとまずあれか、回答を見るときに分かりやすいように、あれだね、これが OP でしょ、で、ここが OQ にして、どれだ、これが OR ですね。ベクトルつけてないんですけど、まあ、こういう順番です。1個ずつ崩していく、 OP で OQ 行って、合ってるね、 OQ 行って OR だもんね、といった感じでやってみてください。まあ、基本的にはね、やり方やってること同じなんですけど、まあね、平面ベクトル、平面ベクトルの時と同じようにこんな感じでね、解いてみてください。では今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回また問題演習丸2が続きますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。